皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい。今日は2024年7月30日火曜日ですが、今日はですね、ちょっと案件をいただきましてですね、えー、そのプロモーションのですね、説明をしていきたいと思うんですけど、はい。えー、こちらの方からご覧ください。どうぞ。 はい。これ読み方が難しいんですが、ビドノズっていうふうに読むんですけど、ビドノズっていうサービスの動画生成 AI の使い方をゼロから動画を作ってレビューしましたということで、今日やっていきたいと思います。えー、事前の情報なしにいきなりやって本当にできるのかということでやっていきたいと思うんですね。というのをですね、このホームページをご覧いただけばわかるんですが、こんな感じになってるんですね。 1>, 1分で無料 AI 動画を作成って書いてるので、まあ、本当に1分でできるのかということでやっていきたいと思います。早速ですが、ちょっと進んでみたいと思うんですけど、ちょっと文句読みましょうか。はい、ここのとこに簡単高速100%無料の AI 動画作成ツールです。コストなし、インストール不要、経験不要。 1000プラス AI アバター830プラスリアルな AI 音声1000プラステンプレートあるよっていうことで、まあこれ1000超えのって意味なんでしょうね。835円のって意味なんでしょうね。で、今すぐ無料動画作成ってことで、クレジットカードの登録は不要です。この辺も非常に優しいですよね。ということで、こちらのサービスを今日はですね、やっていきたいなと思っています。はい、ではですね、今すぐ無料動画作成に進んでみたいと思います。はい、そうしましたら、えまずは、 え、アカウント登録が必要ですっていうことなので、今回は Google アカウントの方でログインしていきたいと思います。はい。ではですね、Google アカウントの方ちょっと今出しまして、ログイン進んでみたいと思います。はい。ログイン成功と。はい。これでログインしましたってことになってますね。はい。ではね、ちょっといろんなメニューがこう、並んだりとかしてるんですけど、今回は普通にまずゼロから動画作成ということでやっていきたいと思いますので、この右上でしょうね、きっとね。 この紫の大きいボタンがあるので、これを押していきましょう。はい、動画を作成。そうすると、空白から開始っていうものと、PPT からインポートっていうものがあります。こっち側はいわゆる PowerPoint を元にですね、動画作成をするというモードのようですね。 なので、ワンクリックでパワーポイントから動画作成があるんだけど、今回は空白から行ってみたいと思います。こちらの中には、横型動画と縦型動画と、そしてスクエアと選べるようになっているので、まあ今回はどうしましょうかね。まあショート動画、短いのを作っていきたいと思いますので、縦の動画にしましょうかね。これ選んでいきたいと思います。はい、ポチします。はい、そうすると次の画面が出てきますね。<laughs> はい。そうすると、まずはテンプレートみたいなのがたくさんこう出てきましたね。で、ここの中でどういうテンプレートで作りたいんですかという感じで聞いてきますね。例えば履歴書とかですね。なんかありますけど、まだこれたくさんテンプレートがこう出てくるみたいなんですけど、まあ、ちょっとですね、複雑などとわからないので、えー、こちらとかにしましょうかね。なんか緊急速報みたいなのがいい感じかな。これでちょっと行ってましょうか。はい。これを選んでましょう。 はい、そうすると、えー、ライブ緊急速報みたいな感じで、なんかニュースみたいな感じ、いいですね。えー、ビドノゼようこそ、えー、ビドノゼようこそって書いてますね。さあ、これで行ってみたいと思うんですけど、はい、これどうするんだここで、はい、右側の方に来ましたら、こんな形で、音声読み上げ、対話アップロード、スピーチなしみたいな感じになってて、今、日本人が選ばれた状態になってますね。で、ここには他の人の声も選べるようになってるんですけど、まあ、今回は、 こ,このままで行ってみたいと思います。で、ここにですね、日本語を入れると、その内容を多分読み上げるんじゃないかなと思ってるので、はい、ここをちょっと消してですね、えー、皆さん、こんにちはと。えー、僕のいつも最初に出ている、インスパイア。あ、違うな。今、ネットビジネスか。ネットビジネスアナリスト。ただ、僕の下の名前は多分読めないと思うので、 ちょっとあえてここはひらがなにしますね。はい。じゃあこのような形で入れてみました。で、これでですね、あの再生ボタンを押してみましょう。本当に喋るんでしょうか。はい、行きましょう。はい。えー、くるくる修きます。こ,すここが今男性なのに、女性の声が出るのはちょっとイマイチなんで、えー、男性にしましょうか。はい。男性の、 さんリット1従院用フ NZAI は AI アバターとなる、はい、そうですね、この,けあの声にした方がいい感じですね。イタさんの声でもう一回見てみましょう。はい、これで、す、え、べ、ー、てのに適用しますかって聞いてきたんですけど、多分適用になったかなちょっと聞いてみましょうか。はい、間もなく出ると思います皆さんこんこにちはネネットトビジススアナリスト横田修林です。 はい、えー。こんな感じでいいでしょう。で、これは音声読み上げモードと、えー、対話モードということで、二人の人が会話になっている口調のものもですね、順番にこうね、対話になっていくっていうモードのもあるみたいだし、あとは、えー、音声をアップロードしたり、自分の声を録音したり、えー、もしくはファイル、音声ファイルを読み込んでっていうものもあるし、スピーチがなしっていうバージョンもあるみたいなんですけど、まあ、今回はですね、 え、音声読み上げで行ってみましょうかね。後から、ま、自分の声を録音もちょっとやってみたいなと思うんですけど、まあ、AI っぽくですね。はい。音声の読み上げの方に行ってみたいと思います。さあ、ここまで行きましたら、はい。えー、まずは、ここのこで、ポーズの追加とかあるので、ちょっとポーズの追加見てみましょう。あ、ここで何か、あ、あの、途中でこう、休憩っていうかですね。で、またここで、あの、スペース空開けて、また次喋り出すって気に使うってことですね。なるほど、なるほど。はい。 えー、そういう機能ですね。これ辞書って何だろうな。辞書っていうものとか、AI スクリプトですね。あ、これは、この正式の動画スクリプトを日本語内容で作成するっていうことで、これでスクリプトをですね、文章を書いたりすることもできるようですね。はい。まあ、今回は自分で考えたものをしました。あと、翻訳もできるようです。辞書っていうのは多分辞書が出てくるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、いいでしょう。はい。えー、こんな形で <laughs>、はい。ではですね。 えーっとね、ここで、えー、っと、なんだっけネットでさん、よこと修理です。今日もか。今日も、えー、頑張ります。ちょっとこれ今適当ですけど。はい、えー、書きまして、これで生成するをしてみたいと思います。はい、動画生成を準備中が出まして、えー、間もなくできるんでしょう。はい、これで作成に行くということですね。 さあ、どんな感じになるのかちょっと楽しみですね。はい、残り26秒ということで、1分ぐらいで、ね、生成が始まるということで、あの動画ができるまでが1分ではなくて、今のところから動画生成までの作成時間が1分で AI が作ってくれるっていうイメージでしょうかね。はい、では、間もなく終わりますので、見てみたいと思います。 で、今回は、その音声読み上げのにしましたけど、このアバターの設定すると、自分の顔で自分の声でするみたいなモードもあったりとか、あとはボイスチェンジャーと声を変えたりするモードもあったりとかするんですけど、まあ、ちょっとその辺はですね、また、あの、追ってね、やっていきたいと思いますけど、今回は基本中の基本の分の説明していきたいと思いますので、ちょっと待ちくださいね。あと5秒ぐらいで終わるのかな。はい、できましたかね。 じゃあちょっと、これ、はい、再生しましょう。はい、こんな感じでできましたね。で、これをダウンロードするということができます。で、ダウンロードは、この1080ピクセルと720ピクセルとダウンロードすることができますので、今ダウンロードしましたので、これを YouTube にアップしたりすることができるということですね。まあ、共有ボタンの方を押していけば、これを まあ、いわゆる X とか、LinkedIn とか、Facebook とか、TikTok とかにシェアできたりしますし、埋め込みモードもありますね。埋め込みモードいいですね。はい。えー、これリンクのコピーですね。あります。で、この動画は商用利用可能ですっていうことで、商用利用できた上に無料で使えるんだれば、かなりいいんじゃないかなと思いますね。はい。ちょっともう一回再生してみましょうか。ちょっと短かったですね。皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト横田修林です。今日も頑張ります。 これ、下にちゃんと、あの、字幕が出てるのわかりますかね皆さん、こんにちは。ここネットビジネスアナリスト横田修林です。今日も頑張ります。はい。ということで、あの、このテンプレートを使った場合は、このようにですね、動画を作ることができるということですね。じゃあ、ちょっと今回はこれを作ってみたんですけど、まあ、ゼロからするとどうなるのかっていうことでやってみましょうか。はい。動画の作成に行きまして、 はい、空白から開始の、はい、今回は縦型動画で、テンプレートを選ばず、ゼロからの作成にちょっと行ってみたいんですね。テンプレートは多分同じようなパターンですね。なので、空白で行ってみましょうか。 はい、空白に行くと、はい、ここのところで何も入ってない状態になるので、まあ、ゼロからここのところでプロンプトを入れていく形になると思うんですが、そうすると、ここのところに何もアバターみたいなものは出てこないっていうことでしょうかね。まあ、これでちょっとプレビューしてみると、多分、こういう感じになっちゃうをしビデオ生成することから始めまょう。 うん。これだと、う <laughs> これだとちょっとですね、あの動画作るのは大変なので、まあアバターから作っていった方が、まあいいんじゃないかなという,うに思いますね。はい。ということで、えー、ここまで見ていきましたが、さあ、これでですね、今度は、はい、こちらの方進んでみましょうか。はい。テンプレートを見ますと、はい。これ横向きのテンプレートがたくさんありますので、 まあ、こうなんかちょっとね、ニュースっぽいみたいなのがありますので、これを使っていくことなんかもできますし、縦型の方にすると、縦型もいろんなテンプレートがあるので、この元にですね、喋っていくことができますと。で、今度アバターの方に来ましたら、ここのとこで、あの、自分のね、ここで、人が喋ってるものをアバターとして使うこともできるんだけど、ここにありますように、 アバタープロといってすぐに使えるプロアバターでブランドをレベルアップしましょうっていうのがあって、喋れる顔写真ということで、リアルなリップシンクやアニメーションで写真に無料で命を吹き込みましょうみたいなモードもあるし、わずか数分で自分の声とトーンを使ってバーチャルアバターを作成することもできますよっていうことで、これ無料になってますね。 なので、ここのとこでバーチャルアバターを簡単に作成できるっていうことですね。のモードがついてますね。ちょっと戻りましたかね。はい、これ進んでいって、ここのとこに記録、アップロード、10分待ちなんで、ちょっと時間かかりそうですね。まあ、これまた追ってやっていきたいなと思ってますね。これ面白そうですね。はい、ということで、次、ボイスチェンジャーっていうのがあります。 こちらの方に行きますと、まあこれ声のサンプルがあって、で、この声のサンプルに自分の声を、まあ置き換えていくことができるというものですね。があります。まあ他にもですね、あのこのツールは、ビドノズというサービスは結構いろんな機能が使えるので、よかったらね、皆さんも使ってみてほしいなと思うんですけど、で、これ一応料金体系の方を少し見ていきますと、こんな感じになってますということで、はい、出ますでしょうかね。これ、えっと、無料プラン。 は、あるんですけど、その上のプランとしまして、えー、月2000円のものがありますということで、今僕2000の方に入っちゃってるので、ここの方に出てますけど、えー、月10分、えー、作れますよとか、えー 1100のアバターが使えますよとかですね。というモードに今なってます。で、月9000円のモードがあったり、さらにその上のですね、自由に最適化するモードが、カスタマイズするモードがあったりとかいたします。まあ、ベーシックプラン、ビジネスプラン、エンターズプランになってますけど、まあ、まずは無料プランから使ってみて、良ければこの有料プランにしましょうということですね。はい。ということで見ていきました。こんな感じになってますね。 で、ここに今ですね、時間が出てます。あの、22分だけ、あと作れますよっていうことですね。はい。もう今、少しだけ使っちゃったので、そのぐらいね、消費しちゃったということですね。25分くらいあったような気がしますけどね。はい。ということで、見ていきました。ボイスチェンジャーですね。あとは、オンラインレコーダーっていうのがあって、まあ、実際にですね、この画面の録画ですね。 していくモードなんかもあったりするので、ここはまた話がちょっと複雑なので、また今度にしたいなと思ってますけど、このようなモードがありますということですね。 はい。ということで、まあ、今回はこの動画作成モードの方で行きましたけど、まあ、ぜひ皆さんもですね、この無料で始められるので、ぜひね、作ってみましょうということです。で、今回はやりませんでしたけど、この対話モードでですね、二人が喋ってるみたいなモードですね、よくゆっくり解説みたいなますよね、こういったモードをできます。これはどっちかというと縦じゃなくて横向きの動画の方が、あの、相性はいいかもしれませんけど、 そして、ここのとこで、えー、自分の声を録音して入れるとかですね、音声をアップロードするみたいなモードもあるので、この辺もね、えー、ぜひね、また試してみていただければと思います。はい。ということで、今回はですね、ビドノズさんの動画生成 AI の使い方をゼロから動画を作ってレビューしましたけど、いかがだったでしょうかね。まあ、作ってみれば意外に簡単にできたなということで、確かに1分ぐらいでできたっていうのは間違いではないなって気がいたしますね。 ので、ぜひ皆さんもですね、えー、試していただけばと思います。えー、こんな感じでですね、えー、できましたので、よかったらやってみてください。ネットビジネスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。